阪神戦力外のカイル・ケラー日米争奪戦に発展。阪神のカイル・ケラー投手に日米から多くのラブコールが届いている30歳の救援腕には NPB 球団だけではなくメジャー6球団からも関心。ベースポーツ専門メディアアスレチックの元記者ロバート・マレー氏が伝えた。同氏は自身の X 旧 Twitter に報道によると、腕のカイル・ケラーは複数の NPB 球団に加え MLB6 球団から関心を持たれていると投稿。30歳のケラーは今シーズン阪神で26回1、3を投げ防御率 1.71 をマークしたと紹介した。ケラーはええやつだった、都合もあっただろうけど、終わり方としてきちんと分かれなかったからもうええわ。 MLB 戻って NPB 他球団だと複雑だわ。カエルの敗因やけど、せめて去り際はしっかりしようや。ケラー今年のあのパフォーマンスでメジャーからオファーあるんか。そんなことより帰国理由なんやったんや。身内の看病とかだったってな、誰かは明らかにはされていない。外国人なんて育てるもんちゃうで、助っ人やねんから亡命されたり逃げられたりしたら大損や。アッチソン、PJ、ドリス、スワレス、うちは結果残したリリーフに逃げられてばっかりやが、痛手になることがないのが素晴らしすぎる環境。 PJ はいてほしかったわ、いたら2021優勝してたやろ。カイル、ケラーはさすがに NPB に戻ってこねえだろ。戻ってくるんだとしたらなんかいろいろおかしくね。と思うんやけどな、パットンやマクガフで MLB 行けたならケラーも向こうやろ、知らんけど。そういやケラーって広島戦で初セーブ上げて、それから抑えずっとやんのかな思ったけど、そうでもなかったな。なんでやったんやろ。岩崎の調子が怪しかったからやろ。まあケラーが抜けていたいかと言われるとそうでもないわな。ただ情報が少なすぎてもやるだけで。ケラーが去り、ゲラが来る。ケラーは割と阪神公式のインスタにまめにいいねしてたな。最近はしてたかは知らんわら。ケラーを極端な扱いに切れて帰った説が濃厚になったな。よぎるはわらとか言って干したら出て行かれてくさ。ケラーは MLB 行けよ。 NPB 他球団だったらさすがに感化できんぞ。ケラーシーズン途中で揉めでもしたんかな。起用法悪かったしな。ケラー狙ってる日本球団ってどこだろう。 DeNA、 ヤクルトあたりは狙ってるかも。あの頃は優勝争いしててチームがいい雰囲気だったから、その雰囲気に水を差さないためにひとまず家庭の事情にした可能性はあるな。ケラー、日本の他の球団で契約したらあかんわな。お前、家族がなんかあったから帰ったんちゃうんかよ。ケラー、巨人が山崎幸也取りに借りに失敗したら巨人へ取りに行ったりして。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。